はい、リサちゃん、はい、私たちが泊まっ2日目から3日目、うん、そう泊まったホテル、そう2泊してるホテル、はい、すごいホテルですね。すごいんです。ちょっと純ちゃんと私の部屋ちょっと違くて、うん、別々なんだよね。そうなんです。で、純ちゃんの部屋特にすごくて、バンガローね。バンガロー、もうベッドがね、お姫様みたいになってたんだよね。そうそう、なんかあのレースがペーンみたいな感じで垂れてるやつですね。ちょっとね、紹介したいと思いますので、はい、ぜひ見てください。はい、開けてください。わーい、リサちゃんのお部屋です。じゃーん、あ、リサちゃん発見すごい広いよ。すごい広いね、うん、おシャンプーって言っても、そう、バスルーム、シャワー、あ、すごい。キングって言ってなかった？キングだっけ？キングだった？うん、はい、ドアオープン。はーい。イエーイ。すごいね。あ、もうゴルフ場だ。どこ？あ、本当だ。っていうかテラスもすごい。何があります？セレブなの？ねえ、セレブなの？セレブになった気分になれる。リサちゃんのお部屋でした。純ちゃんのお部屋は、あ、雨が降ってきた。雨降ってきた。こんな感じでカートで移動してます。バンガローです。すごいじゃん、なんかじゃーん、ベッドがすごい。何これ、お姫様仕様ですね。すごいで、蚊が来ない仕様じゃん。今日はこれを全部閉めて寝ます手伝うわ。ありがとう。すごいね、広い。なんかこんなお部屋に一人で寝るなんて贅沢だわ。もったいないよね。素敵。わ、お風呂かわいい。いいね。ちゃんとトイレで、こっちがシャワー。ちょっとテラス、すごいね、朝気持ちよさそう。わ、結構広い。もうあっちが海。あ、本当だ、海がある。いいですね。どうですか？最高よ最高だよ。はい、こんな感じでした。またね、バイバイ。うそ、57ヤード、56度で、風は右からほどですね。高い、いオッケー、高かった、高くなかった低く出ちゃったっていうベルちゃん、Yes. 5 times。ラスト何番ホールだ？5番ホール、5番ホールです。振ったね。最高振ったね、めちゃよし。クラブ振っちゃいけないのに、またね、最後だからと思ってギュンってやっちゃった。すいません、すいませんでした。すごい天気、太陽がさんさん、雲が綺麗ですね。はい、はい、日差しがすごくて、ちょっとマスクと、うん、サングラスは結構必須かもしれないです。目がちょっと痛いね、はいはい、
ットアップ気をつけて、じゅんちゃん。行きます。おっ、右。やばい、バンカーの。バンカーっぽい。最後だからね。頑張ろう。ちょっと力入れちゃったな。何今の咳払い。別します。これいいよね、かっこいいよね。うん、欲しい。いいね、こんなもんだよね。うん、お、お、ちょっとオーバーね。何度のバーディーを決めてきたのでしょうか。4つです。5つ目のバーディーを決めたいですね。なんとも惜しい。さあ、まっすぐストレイ。ナイスパー。ナイスパー。 Thank you。 また笑われちゃうよ、ボギーで。笑った、クスクスって。ボギー、ボギー、イエイ、ボギー。 Thank you。 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 出た、お疲れ。 Thank you。楽しかったね。最後もこんないい天気になりましたよ。うん、最高。海行けるよ。行こうか。うん、せっかくだしね。やっぱ昨日は曇ってたからさ。そうだね、この景色は見れないと思ってた。うん、すごく綺麗、ね、ゴルフコースから止まってるところも近いです。ホテルに到着です。はい、プールはこんな感じです。晴れてるので撮りました。綺麗です。はい、2日間のラウンドが終わったので、しかもめっちゃ晴れてるのでビーチにやってきました。最後のリプライドにやるから。そうだね、ゆっくりしたいと思います。はい、お疲れ様です。コンペが終わって、これから前夜祭、明日が試合になるので、これから、今日のパラマの、結果表彰式と前夜祭が始まります。Ringo, thank you. Ringo, thank you.
Et encore un grand merci à Muriel de nous avoir mis en contact et Muriel Tarazan de Tina. With 53 points, Jenna Hunter, Lisa Bouchy, Aoki Jun, Mireille Dupont. お疲れ様でした、はい、でどうでしたか。すごく楽しかったです。結果はなんとですねネット優勝、はい、ということでたくさん商品をいただいてきました。じゃあちょっとリサちゃん説明お願いします。傘アンブレラすごい可愛い絶対、ね、ニューカレドニアって入ってニューカレドニアの傘、そしてシャンプーボディソープセットみたいな感じです。なんかいい匂いがしそうなそういうやつ。そしてこちらこれは何だろう、トロフィーかな、入ってるね。結構ねニューカレドニアって検索するとシェラトンデバニューカレドニアの出てくるね、すごい、はい、あとスパのバスタオル、やばい、ここのねってことで、ここねスパのバスタオル。じゅんちゃんどうだった。いやね、何だろうな、普通に楽しんでしまっていました。ゴルフコースもそうだし、うん、海外の方と一緒にゴルフして、ね、いいね、なんか国境を越えて楽しめるコース。そうだね、あのね、じゅんちゃんはあの外国の方でも、うん、壺に入るっていうことが分かりました。なるほどね、うん、壺に入ってたよね。常にいじられてるし、なんか鉢叩いてて笑われちゃってたからね。8、8って言った瞬間もう爆笑、爆笑だったね。リサちゃんがフォーマンディのワンダー、トータルワンダーですごくなんかいいゴルフができちゃったっていう感じです。いいゴルフできでしたね、まあ、悔いなし、もう本当に悔いなし、楽しかったね、うん、これから、空港にね、はい、空港に向かって帰ります。はい、おやすみなさい。はい、リサちゃんお疲れ様でした。日本に帰ってきました。まあ濃かったね。濃かったね。うん。1日がすごい長かったよ、向こうの。そうだね。過ごした時間が。ちょっと皆さんもね、動画見てね、行きたいなとか思った方いるんじゃないかなと思うんですけど。うん、なんか特にあのホテルとシェラトンのね、うん、デバのホテルは、うん、本当に日本人の人と会わないから。ああ、そうだね。お忍びとかね、そういう。うん、雰囲気はね、うん、雰囲気はね、ハワイをディスるわけじゃないけど、あ、ハワイねとかじゃないって感じだよね、うんうんうん、え、ニューカレドニアってない、うん、みたいな、いや、なんか新しいところを開拓できた感じはするね、うん、旅行お考えの方はぜひニューカレドニア一度、うん、そうそうそう、ヌメア、デバ、うん、いろいろ紹介できたと思います、ね、チェックしてみてください。バイバーイ。